い、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがあかさたなはあかさたはちあかさたなはまやららはちまるさんです。はちまる、なんで間違うの、最後の最後で。もうちょっとだったですか。もうちょっとっていうか、むずいな。いやいや、そういうやり方でやるやつがお前しかいないから。慎重に言ったんですけどね。今さら慎重にやんの。はちまるさんか。そう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 、はちまるる、すいません、お願いします。はい、ということで今回ちょっと異様な空間でスタートなんですけど、いや、異様な空間といったらこの僕の装備が1個増えてるんですけど。確かにこれはすごい。なんですか、このなんかライトが持たされて。なんかでも神秘的ですよ。いやいや、全然嬉しくないって。光り輝いて、まあそれはいいんですけど、そんなことよりも T シャツどうしたんですか。はい、T シャツは普通ですよ。ああ、そう、なんかめちゃくちゃ独特なチョキしてる。チョキのつもりで作ってないから。これグーだからって言えるチョキのやつ。違う、マジで T シャツいじりは。ということで今回はだからこの感じで、ここ実際あんま見せたことないんで、はい、ここ実は今ヘラクレスがここの棚とこの下にいるんですけど、はい、まあ、これからもうちょっと増える予定ではあるんですけど、その、まあ、ヘラクレス、まあ、こんだけいるんで結構質問があったんですよ。え、なんて。まあヘラクレスこんだけ飼っててどういう感じでマットの処理してるのっていう質問というか、うんうんうん、そういうのがあるんで、ちょっとマットを今回は重きを置いての動画にしようかなと思いまして。ああ、いいですね。はい、だからこれを取り出すとか体重を測るとかではないんで、ただとりあえず今これぐらい飼ってるんで、こう上も、まあ、これとかは体がすげえいるんで、うん、こういうのをかこうやって飼うってなった時にどんな感じで、まあだからマットの管理してるかっていうのを、ヘラクレスのやつとか、はい、カブトムシのやつですかね、をちょっとお見せするんで、ここはないのでちょっと、隣の部屋に行きましょうか。わかりました。はい、じゃあちょっと行きます。はい、よいしょ。はあ、飛んできました。飛んできました、ね。はい、ここがまあ一応ついてるんですけど、はい、ちょっとここ暗いか、こっち暗いですか。暗いですね。暗いんで、まあ、ちょっと暗いんでちょっと携帯使ってライト当てます。はい、あれ、え、あれ、ちょっと待ってください。なになに、携帯入れてたんですけど、え、どういったか、え、落としたんじゃない。え、落とすなんてことあります。いや、わからないけど、さっき、そうか、さっき飛んだからか。え、瞬間移動したからそこに落ちてるかもしれないです。ちょっと行ってきます。はい、よし、あった、ありましたわ。すいません、ありました。すいません、申し訳ないです。すいません、じゃあちょっとまた行きましょう。すいません、たびたびいっぱい飛んじゃって、すいません、じゃあ行きます。あ、ありました、すいません。よかった。はい、じゃあやりましょう。あれ、くそ、落とした、また。いいか、いいよくはないけど、まあいいよ、もうちょっと取り行ってきます、すいません。え、もう、え、待って、ワープ使う。いや、そっか、ワープもったいなかったもんね、今まで。はい、何やってたの。はい、ありました。ありましたじゃないよ、こんなことに時間を割かすな。ちょ、携帯のライトじゃ弱いんでこれ使いますわ。なんだそれ。ここ、これあるんでこれ使います。ああ、はい、最初がそれでよかったじゃん。すいません、2回も通して失礼しました。この下り自体が飛ばなければいいですけどね。いや、カットされるってことですか。はい、編集ちゃんとお願いしますね。うん、ここに一番力入れてください。ということで、ここちょっと見づらいんですけど、はい、なんでしょう。おお、こんな感じで、まあ、ラッシュマット、まあ、これだいぶ減ってきたんですけど、はい、これラッシュマットと MD マットっていう、難しい、 MD、 うん、 MD マットっていうのは、まあ、こういう感じ、ゴミ袋で入ってるんで、はい、まあ、これをまずこの中にいっぱいに入ってるんですよ。今これちょっと減ってるんですけど、中のバクテリアとかが、まあ、一応仮死状態になってるんですかね。それがまあ酸素を含むことによって腐葉土独特の匂いというか、まあ、刺激臭まではいかないけど、普段匂わない匂い、しんどい匂い、辛い匂い、あの、はい、ここ進んでないけど、例えば臭い匂い、もう、え、臭い、確かにここたまに異臭するから、はい、うってなる、あれ、これか。そう、そうなんですよ。それで、まあ、だから酸素で戻してバクテリアを、で、それが安定しだしたら匂いが落ち着いてくるんで、一応袋を開けて、この中に入れてるんですよ。あー、こういう感じで、まあ2つ、昆虫ハウスに来た時にこうやって混ぜるみたいな。あー、
混ぜて、まだその下の方とかはどうしても酸素が行ききらなかったりするんで、そういう場所の部分のこう上に上げては寝かせるみたいな。下の方は熱いんですよ、まだ。え、熱いの？はい、発酵して、再発酵っていうんですかね。なんかね、土がこの家にたくさんあるのしてたけど、はい、何が何の土かは俺も本当分かってなくて、あ、もう全部ヘラクレス用です。へえ。こういう風にして上もう使える土なんで、このまま、まあ使ってもいいんですよ、水含めて。あ、そうなんだ、はい、これでこの、まあ、Amazon に売ってるんですけど、はい、こういうチャック式のジッパー式ポリ袋も大丈夫そうなやつをこう入れていきます。まあ別に A3 じゃなくても B3 とか、うん、いろんな種類の袋あるんで、 Amazon で調べたら意外と100袋入りでも、まあこうやって土も落ちたりするんですけど、うん、それは最後掃除しますし、はい、お願いします。はい、お願いします。いや、おやつとか別にいっぱいいっぱいじゃなくてもいいんですけど、袋にとりあえず僕、まあこれはただの自分の中のルールなんで、まあ参考程度にですけど、袋に大体僕はこれぐらい入れて、一袋の土の量をある程度安定させたいんですよ。あ、そしたらその袋のどれぐらいマット交換できるとかが把握しやすいんで、ある程度一緒ぐらいの袋に、まあ、土を入れていくっていう。そう、コロコロ変えすぎて分かんないよね、はい、目安が。結局目安にしやすいので、うん、でこうやったらこれまだ穴が開いてないんで、はい、この袋の中で仮死状態になって腐敗臭というか異臭が出たりするので、まあ画鋲でいいんですけど、おお、はい、うん、これまあ仮死状態になっちゃうんで、またまた酸素をこうある程度、あ、これでまあその余分なガスも抜けるというか。へー。ガス充満しちゃってるとやっぱどうしてもそう、また水を加えて幼虫のマットとして使った時に酸欠で死んじゃったりとかあるんで、星になってしまうっていうのは。これでもあんま深く開けすぎるとこぼれてくるよね。そうですね、なんかその加減は大事ですね。あ、まあでもある程度は開けた方がいいです。はい、で一応何の袋か分かんなくなるんで、何のマットか、はい、ここにまあもう分かるようにラッシュ MD みたいな、はあ、なるほど、感じで書く。はい、そしてこれ、これもうこのまま使えますじゃなくて、まあ一応これでも使ってもいいんですけど、どうなんですかね、わかんないんですけど僕も。でもそのコバエの発生とか雑虫を防ぐために、はい、中に雑虫がいる可能性あるんで、どうしても、うん、これをこの冷蔵庫、冷凍庫に入れます。これびっくりだよね、これでかいですよね。はい、普通ないですよこんなの。まあでもその家庭の冷凍庫に入れてもいいですし、親に怒られないように封印っていう札貼っとけば、あ、開けないと思うんで。その中二病な親はい、これこの中にこう深く、うわすげえ、こんな感じで入れるっていう感じですね。で、まあここら辺はもう固まってるやつ、ちょっと実際の固まってるやつですね。もう長いこと入れてるんで、うん、まあ、これでまあ一応雑虫とかもある程度防げて、コバエとか湧きにくくなるみたいな話は、まあわかんないですけど、結局は気休めの可能性もありますけど。なんでこれを最終的に僕はここでやってるんですけど、今まだ昆虫もここ少ないんで、はい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 、ここでまあ一旦こういう感じで、まあ、解凍、あ、解凍はそっちなんだ、はい、ここに解凍させてます。今はそういう感じで。なるほど。はい、解凍させて、まあ、これまだ解凍中なんで、もうこれ戻ったやつなんで、言ったらさっき入れたやつと同じような状態ですね、うん、で、そっからまあ使えるようになるみたいな感じなんで。あ、なるほど。はい、あ、意味がやっと分かった、これを使ってる。うん、まあでもな、把握しすぎるとな、手伝わされるから。なんか、あ、そうですね、気をつけよう、はい、あれ出しといてって言われたら、はい、分かっちゃうから今あそこの、あの衣装ケースの中の土もう大丈夫なんで袋に詰めて、あ、A3 でとか言ったら終わりだからそうだな、確かに気をつけよう。はい、じゃあちょっと最後一個だけ質問回答しようかな。あ、いいんじゃない、はい、そっちの回答今度は。はい、うん、ちょ、俺が言ったことにしていいですか。いや、どうもちょっと、まあこれ解凍するっていう感じの流れになるんで、はい、で、こうやってなるっていう感じなんで、はい、はい、ただもうちょっと時間あるので、まあマットも解凍中ですし、質問にも解凍しようかな。あ、それ俺が言ったやつや。え、そんな欲しいですか。別にあげますよ。いいよ、橋本さんが言ったことにしましょうか。俺の言ったこと解凍するなよ。ふうじこしゃーん。どういうことわかんない。解凍ルパン解凍ー、はい、そうか、めちゃくちゃ簡単なのになった。
ただアナゴさんの声で言ってみたっていう、はい、難しいな、はい、あれが邪魔したそれでじゃあちょっと下で回答します。はい、じゃあちょっと質問回答します。はい、お願いします。三森さん質問です、うん、いつも使っているブルーカラーのゴム手袋はどこに売ってますか。なかなか三森さんのようないい手袋に出会えなくて困ってますとこれちなみに仲良くさせてもらってる、はい、まあ、YouTube もやられてる方で、おスポフクインセクトっていうチャンネルでやってる方なんで、はい、まあよかったらそちらの方も見てもらって、はい、ありがとうございます。質問までわざわざ。ブルーカラーのゴム手袋だから、スポフクさんもセーブライオンズファンなんですよ。え、あ、そうなの。はい、おお、だから多分青の手袋引きがあったんですかね。ああ、なるほど。まあでもゴム手袋に関して言ったら、まあ、僕も完全にアマゾンで買ってるんで、あのアマゾンで僕の調べ方は、ゴム手袋使い捨て青って調べたら出てきましたはい、それで検索するやつ、はい、他いないだろうな。なんで多分検索してみてください。え、多分普通にゴム手袋を使い捨てで調べても、うん、とか業務用とかで調べれば結構出るんで、まあ意外と売ってなかったりしますからね、ああいうピチッとしたゴム手袋。アマゾンで調べたら意外とあるんで、ぜひ検索してみてください。じゃあ、あと1個もう短いやつ、何歳ですか今年42歳です。いやね、嘘つくなよ簡単な質問に対して。最初の12年は土の中いました。そんな、はい、セミみたいなこと。はい、だから今30歳ですね。30じゃないじゃん。だから土の中も入れていいんだったら42です。ここも違うじゃん。はい、何一つ合ってないって。すいません、詳しくはテロップで。いやいやいや、真実を伝えろよちゃんとじゃあ八丸さんは32歳です。なんで俺から言うの。まあ夏休みの朝出す予定の動画ですので、まあ電車の中とかでね、出勤の方とか会社員の方とか、まあ、ぜひこれ見てもらって、まあ、これ昆虫も出ないんで周りにもあまり迷惑もかからないでしょうし、その電車でな、はいはい、隣のやつが見たら最悪だもん。そうですね。なんでまあ朝上げる動画、結構質問を回答するみたいな時間が多めのやつになるんですけど、はい、それもぜひまた朝の動画もお願いいたします、はい、で、夜の、いつも通りの時間帯もぜひお願いしますということで、この朝の動画もっと早い朝から撮ってるからそんな、はい、合わせる必要ありますか。いやいや、合わせるつもりはなかったんですけどねこうなっちゃいますよね結局いや全然わかんない。大変で、あと1本だけお願いしますはい、ということで、まあ今日も朝一日頑張っていきましょう。以上、朝のクワカブの部屋でした。ご視聴ありがとうございました。